まちゃん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、まあ、アプローチの時に、はい、まあ、右手と左手、はい、どっちの意識の方が強いかと、いうのを、まあ、聞いていこうかと、まっちゃんにも。はい。で、まあ、僕の意見も、まあ、少し入れながら。はい。で、まあ、僕たち、まあ、僕なんか特にそうですけど、昔は片手打ちの練習とか、ほとんどしないと。しない。はい。言ってたんですけど、はい、まあ、最近ね、ちょこちょこするようになって、はい、まあ、どっちの方がアプローチに役立ってるかなと思った時に、はい、まあ、僕はあっちの手だなっていうのがあったんです。はいはいはい。で、まっちゃんはどうなのかなと。その僕とまっちゃんの打ち方って、はい、まあ、まっちゃんは割とこう払い打ちで、まあ、僕は打ち込み型でね、はい、打ったりするんですけど、まあ、それでこうイメージは違うのかなと思ったんですよ。で、今日はちょっとやっていきたいんですけど、はい、まあ、ここからですね、ちょっと今日はあまりにも暑いんで、はい、練習場のね、日陰から。あ、ちょっとカメラの方が、まあ、カメラがもう熱くなって、はい、起動しなくなっちゃうんで、はい、光からね、やっていきたいと思うんですけど、はい、まあ、芝の上から打つのは良くないんで、はい、マットを持ってきてということでやっていきたいと思います。じゃあ、まあ、この50のね、看板ぐらいに打つ、はい、まあ、これ30、40ぐらいだと思うんですけど、はい、まずは両手でちょっと打ってもらいたいんですけど、はい、距離的にはまあ、20ヤードぐらいにしようか。20ヤードぐらい、届かないぐらいにね。わかりました。半分ぐらいという。この時にさ、はい、まあ、今ね、もちろん両手で持ってますから、はい、まあ、どっちの意識が強いとかって難しいと思うんですけど、はい、なんか意識して今打ってみるとどう感じました？感じ的にはちょっと右手のやっぱ強いかな。右手の方が強い。はい。その右手一本でアプローチしてる振りに似てるってことですか？それとも力感的に右手と左手の握ってる強さが違うとか、そんなことはないですか？まあ、握ってる強さはほとんど一緒なんですけど、はい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 、やっぱり右利きなんで。そうですね、はい、まっちゃんも僕も右利きだからね。そうですね。だから物を投げるような感覚で僕はアプローチしたいなっていうのがやっぱりあるんで、うん、はい、右手で、まあ、下からこう投げるような、おこのイメージ、はい、距離感を作る時もなんとなくこのイメージで作ってるんで、うん、結局、まあ、右手で打つ、右手一本で打ってる感覚とはちょっとまた別なんですけど、右手の方が強い感じだ。そうですね、感じはやっぱ強いかな。アマチュアの方というかね、はい、こうやって見てくださってる皆さん、どっちの方が強いですかね。まあ、右手にもよるとは思うんですけど、はい、あまり意識したことがないかもしれないですね。まあ、確かに僕もそんなに意識、実際はしてないっていうか、うん、言われてみると確かに右の方が強いなっていう。右の方が強い。はい、まっちゃんはさ、まあ、さっきその下からね、はい、投げる風にって言ったんだけど、はい、僕最近、まあ、アプローチ結構感じいいんですよ、まあ、結構寄せは、ね、はい、取れる感じがあるんですけど、なんかね、違う感じあるんだよね。あ、そうなんですか。うん、ちょっと後で、それ聞きたいですね。はい、まあ、なんかやりたいんですけど、はい、ちょっとさ、先にまっちゃんその左手一本で打ってもらっていいか。左手一本ですか。はい、出るかな。だから右手でイメージしてるから左手一本は難しいよね。いや、結構ちょっと苦手な部分はありますね、うん、やっぱり、うん、まあ、でもいい感じで。そうですね、うん、まあ、やっぱり練習してるあれが出てますね一応練習してるんですよ。練習がね、はい、してるんですよね。もらって、はい、最近僕がね、掴んでることをやっていきたいんですけど、はい、まあ、まっちゃんはちょっとこう払いながらね。そうですね。こう、うん、打つみたいな感じがあると思うんだけど、はい、最近僕が、まあ、結構ラフからでもフェアウェイからでも、はい、感じのいい距離感の出し方っていうのはなんか右手で、僕もまあ右手の方が強いんですけど、はい、右手でどのくらいポンってこう
あんまりこっち気にしてないんですよ。ここでこの強さをどんくらいするかによって距離感出してるわけよ。インパクトの強さというか、そうなら20ヤードっつったら割ともうポンって、確かにその感覚だったら、うん、右の方が強そうな。だから逆、俺はね、まっちゃんはこう払って打つタイプだから、うん、左が強いんじゃないかなと思ってたの。こうやってイメージしてこうこうやって、確かに僕もそんな気はしてます僕は右手でこうドンってクラブをこの下ろす強さで距離感を割と出してるから、踏まえて、まあ結果的にはスッとこうなるんだけど、はい、惰性でなるけど、インパクトの強さで、まあ、距離感を出してるというか、まあ振り幅では出してないのはもう間違いないんですよ。あ、そうなんですか。振り幅でこうなんていうのかな、こうではやってないですよね。うん、まあこの5ヤードぐらい打つんだったらトンってこう上から、あ、その右手でトンとドスの感覚で、そうだから僕の場合はあんまり左手がこう強いと、はい、ハンドファーストになりすぎるから球が飛んじゃうんですよね。そうか、ラフから打つ時もこういう感じですね。あ、だからなんかさっき左手で僕最後打ったじゃないですか、ね、はい、結構やっぱ球が低く出てるんで、左手で打つとどうしてもこうこの角度がキープされやすくなっちゃう、このハンドファーストの角度は。だからちょっとそこは、まあ、イメージの違いあると思うんですけど、球がね、なんかどんだけやっても上がっちゃうみたいな人は左手一本の練習をね、はい、結構してもらえるといいですけど、はい、まあ、僕知ってる人で58で、はい、毎回打つとフワンって上がる人いるんですよ毎回ね、はい、30ぐらいなんですけど、まあ、こんなフェイス乗んないですよ。フワンって上がって、はい、寄るんですよ。あ、寄るんですね。まあ、寄ってるから、はい、まあまあそれは直さなくていいんじゃないですかって、はい、一応言ってるんだけど、こうやってこんなフェイス乗ってないんだけど、フワンって上がってポトッと押してコロコロみたいな。あ、まあ、それで距離感ができてれば、そういう人はまあ、もっと上手くなりたいっていうのがあれだったら、やっぱ左手一本でちょっとこうフェースに乗せる練習をした方がいいかなと思うんですよね。だ、僕も多分あんまり僕はその低く行き過ぎるのが好きじゃないんですよ、うん、ああそうだよね、はい、どちらかというと僕はふわっと上がってほしいと思ってるから、うん、多分右手が強いのかなっていう。だから右手で打つとこうちょっとこう球がね、そうですよね、あんまりこう極端にこうやんない限りは、そうですよね、上がるじゃないですか、球が出だしからパッとこう上がっていくじゃないですか、ね、ちょっとリリースも入るしね。そうですね、その感じが若干僕はあるんで、多分右手の方がどちらかというとやっぱり意識はあるかなっていう、うん、いいね、ちょっとこう僕はおすすめするのはやっぱり、はい、まあ、右手一本での練習をね増やした方がいいんじゃないかなっていうのは。それは利き手の方だからっていうのは、それとも、いや、利き手の方とかもあんま関係ないですね。関係ないです、うん、まあ、やっぱり右手でこうなんて言うんだろうな、まあ、左手はどうしてもね、はい、こう刺さりやすくなるんですよ、どうしても。あ、まあ、これ芝の上とかで打つと、はい、やっぱり左手で打った方がやっぱりね刺さっちゃうから。確かにそうです ね、右手の方がスッと出たりするじゃん、はい、でも右手でアプローチするとほとんど皆さんはやっぱりこうやってやっちゃうんだよね。ああ、下半身止めて、そう、ほんと手だけで、うん、こうやって、そうか、まあ、これマットでね、はい、なんとなく打ててるから、はい、まあいい気になってるんだけど、右手一本ではちゃんとその送り出していく感じ、そう、この下半身のね動きが大事なんでね、変に手で小細工じゃなくて、うん、しっかり体で打つとよしなっていうのはあるんで、はい、まあ、その辺はこう、まあ、いっぱいやってほしいなって、はい、でこう右手一本でも、まあ、左手一本でも、まあ、同じ球ばっかり打たないで、はい、まあ、やれることはいろいろあると思ってね、すごい極端にオープンに立って、うん、こう打ったらすごい低くなるとか、確かにそうですね、
逆に今オープンに立ってこうやってやったらすごく低く出たよね、はい、逆にすごいこうクローズにしてこうやったら上がるんですよね、これはまあ、リリースが入るかリリースが入んないかの差ですよね。確かにそうです、ね、その辺もこういろいろやってもらえると、はい、結構こういい練習になるんじゃないかと思うんでね、うん、まあ、やってほしいなと、はい、思います。そんな感じですかね。そうですね、はい、まあ、それ言えることは、うん、僕もワッホーさんも右手の方が強いと。そうですね、距離感の出し方は違うけど、はい、右手の方が強いっていうのはね。そうですね、ありますね、はい、と、はい、ことでね、まあちょっとまた最近暑いですよね体調に気をつけてね。本当に熱中症になりますよ、これは。練習場でもね、なりますから、はい、まあ、気をつけてね、練習に励んでほしいなと思います。と、はい、いうことで、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。